今度は鍵盤ハーモニカとリコーダーを活用した音楽作りについてご紹介していきます。鍵盤ハーモニカは和音を担当します。波長調ですと C、F、G、C の1、4、5、1の和音を使っていきます。その上にリコーダーで旋律を作っていくというような活動ですね。今日は私一人ですので、このオルガンにですね1451の和音進行を、録音してみたいと思います。このようにですね、今録音していましたけども、実際の授業では、子どもたちが、鍵盤ハーモニカとリコーダーを使いますが、で今、取った1451の和音進行にですね、リコーダーで旋律をつけていきます。今日は、私がその場で考えて、作ってみたいと思います。一回1451の和音進行を聞いて、その後に、入っていくことにします。先ほど取った、1451の和音進行が流れていきます。ここに乗せていってみますね。このようにですね、和音で、鍵盤ハーモニカで表現して、その上に、リコーダーで旋律をつけていく。鍵盤ハーモニカは、まあ、和音はですね、指定されていますけども、まあ、その中で、リコーダーの旋律とのですね鐘を考えながらリズムを変えていくとかですね、音の高さを変えてみるとか、そんなこともできるんじゃないかなというふうに思っています。